続いてはこの人に聞きたいのコーナーです。はい、今日は岡山市のプロバスケットボールチームトライフープ岡山の蛭木健二ヘッドコーチです。来月から始まる新シーズンを前にチームの状態などを聞きました。2015年岡山に初めて誕生したプロバスケットボールチーム、それがトライフープ岡山。3人制バスケットボール 3×3 からスタートし、2019年からは5人制バスケの B リーグに参入しました。 B リーグは B1、B2、B3 の3つのリーグで構成されていて、トライフープは現在 B3 に所属。各リーグの優勝チームが上位リーグに自動昇格できる仕組みで、トライフープは昨シーズン昇格まであと一歩の2位という好成績を残しました。好調なチームの原動力、それがこちらの蛭木健二ヘッドコーチです。今シーズンで B3 リーグ参入3年目になりますけれども、トライフープ岡山の認知度いかがですか？そうですね、3人制から含めると、7年目で5人制参入して3年目になるんですけれども、やっぱり年々こう後押しをしてくれる声であったりとか、実際会場に足を運んできてくださる方も、ちょっと今コロナの状況でいろいろ難しかったりはしますけれども、確実にこう熱量は上がってきているなというのは感じますね。東京オリンピックでは男性も女性もバスケットボールというのがすごい盛り上がったと思うんですけれども、バスケの人気度、蛭木さんからご覧になっていかがですか？それは間違いなく上がってるでしょうね。八村塁選手もそうですし、香川県出身の渡辺裕太選手の活躍もあって、そのバスケットのこう盛り上がりっていうのは今すごくうなぎ登りだとは思います。はい、チーム設立時からトライフープに携わる蛭木さんは、自身も2年前まで選手としてプレー、2018年からはプレイングマネージャーとして GM に就任。現在は指導者の立場にありながら、チーム全体の運営や広報などの業務にも当たっています。コーチになってみて、やっぱり選手と一緒にやっぱり飲みに行ったりとか、遊びに行ったりとかっていうのができなくなっちゃったのはちょっと寂しいですけれど、ちょっと距離を置くようにしてるんで、それは寂しいですけれども、彼らがこう毎日の練習にハードに取り組んでくれて、毎日成長していく姿であったりとか、試合に勝利して満面の笑みで、コートの上で自分たちを表現している姿とかを見ると、悪くないなっていうふうに思ったりしますね。来月いよいよ新シーズン始まりますけれども、強化されてきたこと、具体的にどんなことでしょうか？リーグ全体のレベルも年を追うごとにやっぱりすごく上がってきているんですよ。B リーグ自体のこう熱が上がってくるとともに、やっぱり参入をしたいと言ってくるクラブが多くなってきていて、チーム力であったりとか、100% 以上のものを自分たちでコートの上に置いてくることであったりとか、それをどこまでこう試合の中で40分間の中で徹底できるかっていうのが課題にはなってくるかなと思います。はい、チーム全体の状況いかがですか？雰囲気は素晴らしいですよ。やっぱり去年自分たちがやり残した仕事があるっていうのを選手全員が認識してますし、練習から本当に白熱した戦いが見られてますし、選手たちも本当に喧嘩するんじゃないかっていう勢いで、こうお互いに対してプレーのクオリティを求め合ったりだとか、あとは逆にこうちょっと調子が悪い選手がいたりして、いやもっと頑張ろうぜってその選手を引っ張り上げたりとか、本当にチーム状態は素晴らしいと思います。現在選手13人が所属するトライフープ岡山、今シーズンの注目選手を聞きました。多分バスケットボールをご覧になってて、すごくこう見てて楽しいのが、長距離からシュートを打つスリーポイントシュートっていうのがすごくこう、ああすごいなって多分こうファンの皆さんとか思われるんでしょうけれども、去年のリーグで成功率1位のスリーポイント王と呼ばれるタイトルを獲得した小坂井翼というのがいまして、彼はスリーポイントだけではなくてディフェンスであったりとか、
その戦う気持ちであったりとかっていうのをすごく前面に出してくる選手なので、あの彼は非常に見ていて楽しい選手だと思います。それが1人目、はい。2人目はですね、岡田陸斗、多摩の興南高校出身の、岡山県出身の、はい、選手なんですけれども、高校から直接うちにプロ入りしてきた選手の、もう本当に生え抜きの選手なんですけれども、あの粘り強いディフェンスであったりとか、自分の仕事を、口数がすごく少ない子なんですけれども、でもうちに秘めたる闘志はすごく持っていて、自分の仕事をとにかくこう全うするっていうのが、あのチームにとってこう助けられた場面は何回もありますし、ファンの人たちのこう心を動かすような選手だなというふうには思います。で3人目はですね、今年新加入の、はい、ハンター・コート君というハーフの子なんですけれども、はい、あの身長が190センチあるんですけれども、それでも、まあ、バスケットボールっていわゆる、ポイントガードからセンターと呼ばれるポジションがあって、センターがおおよそもう2メートル6から2メートル11センチぐらいの選手たちで、まあ、俗にポイントガードっていうのは小さい選手が多いんですね、はい、ボールを運んできてパスをしてとかって、あのが、まあ、ステレオタイプな感じなんですが、彼はその枠にとらわれない、190センチだけれどもポイントガードもできて、すごく腕も長いですし、あの何よりも何よりも何よりも顔が綺麗周りにこうキラキラがあるんじゃないかなと思わせるぐらい、こうしなやかなプレーと端正ないでたちとがあるんで、彼はちょっと注目してほしいですね。岡山にプロバスケを浸透させたいと、ひるきさんは試合映像や選手の私生活など YouTube 配信にも力を入れています。僕らはバスケットボールのチームですけれども、こうバスケットボールを通じて皆さんを、岡山の皆さんを笑顔にしていくことであったりとか、仕事で今日疲れて、あもう今週疲れたなっていう人が僕らの試合を週末見に来て、よしまた来週から頑張ろうって思ってもらえるようなチームになりたいんですよね。であればそれはバスケットボールだけがその手法じゃなくてもいいっていうふうに僕自身はすごく考えているので、あの選手たちがこう普段の顔であったりとか、ね、目の前の相手をどう攻略していくかっていうの、そのギャップとかも楽しんでもらえるんじゃないかななんていうふうに思ってます。ひるきさんにとって、はい、このトライフープ岡山、はい、どんな存在ですか？今となっては本当にライフワークですね。もう24時間ずっと仕事のことばっかり考えてますし、うん、あの時折仕事から脳みそを外そうとしても外せないというか、ずっとなんか家にいても、あ早くコートに行って選手たちに会いたいなって思ったりとか、うん、って思ったりしますし、なんか僕は岡山県民じゃないですけれども、もともとがね出身は岡山じゃないんですけれども、もう本当にこのトライフープを成功させる岡山県の人たちにもっともっとこう楽しんでもらいたい、笑顔になってもらいたいっていうのは、今なんか本当に毎日心の底から思ってるなっていうのを感じますね。では最後にですね、はい、いよいよ始まります新シーズンに向けての目標を聞かせてください、はい。そうですね、まあ、目標としてはもう間違いなく B3 で優勝、そして B2 へと昇格、いずれは B1 へと昇格、そして日本一を取るっていうのがもうそれは目標ではあるので、ぜひ僕らの後押しをして一緒にそこまで上り詰めましょうというのがメッセージですかね。はい、はい、本当に応援したくなるようなチームですよね、はい、今年こそはもう上のリーグに、ね、上がってもらいたいなと思います。はい、そうですよね、はい、もっともっと、ね、上を目指していくんだという、ひるきさんの熱意をすごく感じましたね、はい。もともとトライフープ岡山はスクール事業からスタートしていまして、元選手が指導者となってバスケットボールの楽しさだったり魅力を小中学生に伝えているんです。トライフープ岡山ではこうした小中学生を対象にしたバスケットボール教室の運営やチームの広報費などに充てるためクラウドファンディングを明日から始めます。詳しくはチームのホームページから検索してください。またトライフープは来月2日津山市で昨シーズン優勝した愛知のアレイオンズとの開幕戦に臨む予定でしたが、アレイオンズの選手8人が新型コロナの濃厚接触者と判定されたため2日3日の開催は中止となりました。開幕戦は中止となったんですけれども、新シーズンも応援しましょう。以上、この人に聞きたいでした。